アルフレッド・ラッセル・ウォレスの本、マレー諸島にあるワラストビガエルの差し絵ワラストビガエル、または、ウォーレストビガエルは、アオガエルかアオガエル族に分類されるカエルの一種で、空気抵抗を利用し滑空することができる。和名及び英名は、生物学者で探検家のアルフレッド・ラッセル・ウォーレスが、初めて本種の標本を採集したことにちなむ。マレー半島、ボルネオ、スマトラが主な生息地である。 ラオス、ベトナム、中国南部にも類似種の発見例があるが、同種であるかどうかは今のところ不明である。本種の体はやや扁平である。体長はおよそ80から100ミリメートルで、アオガイル属では最大の部類に入る。他のアオガイル類と同様、メスはオスより大型である。目と鼓膜が大きく、動向は水平方向に長い。死は長く、 指の先端部が肥大化している。体色は光沢のある緑色で、覆面は白色か薄い黄色である。また、体の両側には黒い反転が一つずつある。特徴としては、指の間には水かきのような皮膜がついている。また、獅子の間にも皮膜のような伸びた皮膜がある。指と水かきの外縁部は山吹き色で、水かきの大部分は真っ黒である。 種照名のニグロパルメイタスはこれに由来する。全体的に、ジャワトビガエルと、キオトビガエルに似ているが、バラストビガエルは、体長がより一回大きく、水かきも大体色っぽい色を呈していない。デニスミドリキガエル、ベトナムオーアオガエル、チャスジアオガエルは、かつて本種のアッシュとみなされた時期がある。樹上性で、高秘と産卵の時以外は滅多に地面に降りることは、ない。 繁殖時には、スマトラサイが、ヌタバにしている水たまりを好む。熱帯雨林の中で滑空して、木から木へ移動する。危険を察知した時、または餌を探す時には、枝から飛び降りて、死守と指を扇のように大きく開いて飛ぶ。飛膜によって空気抵抗が大きくなるので、ワラス飛びガエルは、近くにある他の木や地面へと滑空することができる。 15メートルやそれ以上の距離を架空した記録もある。指の先端部が大きく膨らんでいることから、木や地面に接触するときに衝撃を和らげることができる。また、この構造によって木登りするときにも滑りにくくなる。植生は動物食で主に昆虫類を捕食する。主な天敵は樹上性の蛇である。ありがとうございます。